スライスされたプロセスチーズご包装されたアメリカンチーズプロセスチーズはナチュラルチーズを加熱溶解して乳化させることにより作られるチーズの種別。チェダーやコルビーなどを原料としオレンジ色に着色されている場合はアメリカンチーズとも呼ばれる。1911年にスイスゲルベル社のワルター・ゲルベルとフリッツ・シュタットラーによって発明された。 プロセスチーズは大量生産に適しているため、ナチュラルチーズよりも短時間で安価に製造することができる。プロセスチーズは、複数のナチュラルチーズを加熱溶解し、水分と油が分離しないように乳化剤を混ぜ合わせることで製造される。乳化剤には、クエン酸塩やリン酸塩などが用いられる。また、様々な用途に合わせて、植物油、着色料、 pH 調整剤や澱粉などの添加物が添加されることがある。チーズを加熱溶解する過程で細菌を不活化し、酵素を変成させるので熟成が止まるが、長期保存が可能になり味が均質になる。線形やスライスチーズなどの様々な形に成形したり、中にナッツやフルーツなどを混ぜたりできるようになる。また、ナチュラルチーズと違い。 加熱しても油が分離せず、味や食感の変化がない。ナチュラルチーズを加熱すると、チーズに含まれるカゼインを構成するアミノ酸の鎖がほぐれてとろけるが、プロセスチーズはすでに加熱してあるので、とろけない。半加熱状態で、プロセスチーズを作ることで、とろけるスライスチーズを作る技術は、1987年に、雪印が世界で初めて実用化した。 ドイツやスイスではチーズの長期保存の観点からチーズの缶詰の製造が研究されていた。そのような中、1911年にスイスのゲルベル社がスイスチーズを入荷要融して線形に成形したプロセスチーズを発明した。アメリカンチーズを挟んだチーズバーガーアメリカでは1910年代にジェームズ・ルイス・クラフトがアメリカンチェラーチーズを用いた。 プロセスチーズを作ることに成功。後に世界のプロセスチーズ製造会社となるクラフト社を設立した。クラフト社は2015年にクラフトハインツとなった。プロセスチーズはアメリカ食文化の一部として長く根付いていてきたが健康志向の高まりや保存量の安全性に対する懸念から若年層での消費が落ち込んでおり、ナチュラルチーズの消費が 増加傾向にある。また、飲食店でも、チーズバーガーやピザには安価なプロセスチーズが使用されて、きたが、消費者の思考に合わせて、ナチュラルチーズに切り替える店舗が増加傾向にある。土及び乳製品の成分規格等に関する省令において、以下のように規定されている。第2条18この省令において、プロセスチーズとは、ナチュラルチーズを粉砕し、 加熱用有し、乳化したものを言う。日本では、ゴーダチーズや、チェダーチーズが、原料に使われることが多い。プロセスチーズ販売の初期においては、ブロック状の形状の製品が市場を過剰していた。当時は、日本人のチーズ全般への知識や理解度は低く、その様相が、固形石鹸を想起させたことやチーズ独特の匂いや、香りから、 日本人はチーズに拒否反応を示しくわず嫌いが多く存在した。その後、ソーセージ状のベビーチーズが市場に現れ、パン食の普及とともにシート状に薄く成形したスライスチーズ、わずかな加熱で容易に溶けるチーズなどが販売されるようになる。一部の輸入食料品を扱う専門店や高級百貨店以外ではプロセスチーズしか入手できなかったため、 日本人にとってチーズといえばプロセスチーズを意味していた。その後多種多様な乳製品が食生活にも浸透してゆき、海外産の隠しチーズが一般のスーパーマーケットでも販売されるようになった。そのためプロセスチーズのシェアはナチュラルチーズに押されつつあるが味に癖がないためにハンバーガーやサンドイッチなどのパン食や料理の具材としてまた 味覚の多様化により、果汁や果肉が入った、チーズ、アーモンド等のナッツや穀類が入った、チーズ、チューブ入りチーズ、ヨーグルト状、チーズ、6P チーズなどの個包装チーズ等の需要は、依然として高い。ありがとうございます。